はい、というわけで、お久しぶりです。コールオブデューティーモダンオフェアのベータ、やっていきたいと思います。オープンベータですね。これ製品版化ってできないのかなと思ってたんですけど、そんなことはなかったみたいです。負けてますね。まあ、ここから僕が、おーっとっとと、巻き返していきたい。2、3試合やったんですけど、難しい。うん、モーションブラーとりあえず外しました。で、この武器のスプリ、あ、はいはい、スプリントの時のこれもやめようかと思ったんですけど、まあ、せっかくの新要素だし、とりあえずこれつけてやろうかなと思って。右側が全く見えなくなるじゃないですか。これつけてると走ってる時ね。まあ、ダッシュもそんな、するべきではないのかもしれない。ナイス。イエス。さて行こう。ランチャー担いできたぞ。クラス編集できるまでちょっとレベル上げてきたんですけど。味方が UAV を飛ばした。操作を始め。レベルを上げたんですけど、時間がなくて MP5 をただ担いだだけになりましたね。おっと、上にスナイパーか、あれ。それとも単発の MK なんちゃらか。MK14 ってあるのかな？うん。UAV が展開可能だ。いると思うんだよね。イエス。いいぞ。巡航ミサイル来た。巡航ミサイルはこれキルスと繋げられんのかな？俺、こんなところで発射していいんだろうか。発射。お、いるねー。トゥルルルこれ合ってるこれ。ここだ。ワン、ツー、スリー。あれ俺死んでるんだけど。全然差が縮まんないとか思いながらやってるんですが、今ちょっと縮まって、いやーそこか。お、いいね。巡航ミサイルダブルキル。これ巡航ミサイルでキルとつながる？モダンシリーズ特有のモダン3だとちょっとひどかったの。プレデターミサイル、あとなんだっけ、攻撃ヘリリーパーっていう一連の流れを、またあの悪夢を見ることになるんだろうか。ここに、こっから来るのか、それとも、右から突然。これは味方か。じゃあ、こっから、ん？ここドアないのか。マップが全然把握できてね。ここは多分、敵に警戒されてそう。いないかな。上からは来ない。あ、ごめんなさい。ごめんね。これ、上登れたりするかもしれないか。うわ、死んだぞ。いや、俺、こうやって角待ちするから。コールオブデューティーってこういうゲームだから。批判されても、ダメですね。こういうゲームなんで。しかも、こういうミニマップがないっていう今作の仕様。仕方ないと思います。まあ、これも仕方ないと思う。まあ、UAV とりあえず出すか。UAV 大事だね、本当に。昔からそうだけど、今作は特に大事になってしまったのは、リスの目の前に枠だと。僕たちのコールオブデューティーは帰ってきたって感じですかね。こうやって壁一枚挟むだけで壁の裏側からワンサワンサ湧くっていう、このモダンシリーズの意味のわかんないリスポーンがね。イエス。あ、いいね。この、まあ、細かいところだけど、細かいところなんだけどさ、このダメージ表記じゃない、このポイント表記が。MP7、私の相棒。この、ポイント表記がさ、黄色になった、黄色のポン、お、お前、お前、よし。あ、やべ。互いに沼。互いに沼。あ、待って、これポイント追いついてきたんではないんだろうか。これチーレス今やってるから、次ドミネーションの試合もあげたいね。もう、プレイなんてどうでもいいから。とりあえずこの試合勝つことを考える。最初18ポイント離れてたことを考えると、7ポイント差まで食いついてるっていう、だいぶよ。だいぶ。は？お前ふざけんな。くそ。お前それはどうすりゃいいんだ、今のリサよ。俺のフラグでちょっと倒れてくんない？この俺の神フラグ見せてやるぜ。ほら。ラケット。弾が少ねえな。拡張マガジンが欲しいところである。これ、カックマガってあれもしかして。来い。イエス。昔、その、三角丸ボタンを人差し指でやってたんだけど、今もうできねえな。おわー、それはきつい。お、うめえ。今作の SR 難しくない？てかもうなんかシリーズを追うごとに SR 難しくない？一癖も二癖もあるしさ、昔はなんかもう。いそういそういそう、SR が覗いてそうで怖い。このロングは SR が覗いてそうで怖い、常に。いるね。やばい、ちょっと待って。わかんない。何？何が起こってんの？俺これどこ？ん？俺これどこ？
どこ、俺外出るわ多分、ね、ここ来ると思うんだよね。あ、味方が押さえてるな。あれも味方が押さえてるな。あそこもイエス、いいよ。とりあえずチーデスはもうあれだから、デスが超えなかったらいいんだから。デスが超えなかったらそれでいいんです。なんつってな、サムゴミだわマジで。トークスキルもなければプレイスキル、コールオブデューティーの実況するときはプレイスキルがないならトークスキルでどうにかしなきゃいけないのに、トークスキルまで皆無になってしまったんだが、このゲーム、お、実況するゲームで一番難しいのって FPS 系じゃないか。絶対集中したら黙っちまうもんな。それをいかに、お、言葉を途切れさずに見てる人を暇させずにやるかが大切なんです。いいですね、死なずに5キル。何これ、巡航データもしかして。巡航打ちてえな。これ巡航でまとめて100人ぐらいぶっ飛ばせば私たちの勝ちなのでは。よっしゃ、加速ってこれどうやるんだ。加速しないとこれ敵に避けられるじゃねえかよ。あそこだわ、これダブルキルだわ。あれやった、これでチームの勝利が一気に近づいて、頼む味方勝ってくれ。お、勝ってるね、逆転してるね。 UAV 出してここで俺が死なずに4キルすれば勝ちですね。さてこれ先端に走るのは正解なんだろうか。先端に走るのはこれ間違いなのでは。いるぞ中に、いや来てるね。イエス、この1キルは勝利への大きな一歩。さあラスト、終わるか試合が。ナイス、逆転勝ち。いやおもろいな。俺正直2対2のさ、何この目玉のモードみたいなのが前のベータで来た時にちょっと微妙かなと思ったんですよね。いやおもろいなこれ、普通にチームモードのゲームやると。というわけで今回チームデスマッチだったんで、次はドミネーションに行きましょう。